26ページに行きたいと思います。26ページの最初は分散和音アルペジオです。では1番をお聞きください。2番に参ります。2番は音階の後に分散和音となってます。お聞きください。では3番です。3番はドミソの分散和音で作られた曲です。お聴きください。4番はバッハのミヌエットです。ご存知の方が多いと思います。ではお聴きください。レとミのところが意外と難しいので、もう少しゆっくりのテンポでよく練習するようにしてくださいね。では5番のさよならに行きたいと思います。では6番に行きたいと思います。一緒に行きたいと思います。最初の2小節は一人で吹くので、テンポに合わせて吹くようにしてくださいね。1、2、3、4